どうもこんにちは。おしゃれ芸人なら万劇にある小道具で、小道具衣装でもおしゃれに着こなせる説、はい、どうも、ブースや田中翔太夫です。お願いします。そしてお隣、ランランのモモにございます。いつもね、僕とももちゃんで、はい、万劇抜き打ちファッションチェック、はい、これやらせてもらってるんですけども、はい、今日はいつもと違います。おしゃれ芸人なら万劇にある小道具衣装でもおしゃれに着こなすことができるかどうかを検証していこうという企画でございます、はい、僕たちもプレイヤーです。そういうことですね、はい。万劇にある小道具衣装、それは果てしなくダサい果てしなくファッションとは無縁。そうです、まあそのコントの中で必要な道具だけですからね、はい、ファッションとはまた違いますからね。コントの道具で必要なものがおしゃれとは関係ありません。そうです。しかしスタッフさんがふと考えました、はい、おしゃれ芸人ならこの万劇のダサい服もおしゃれに着こなせるんじゃね、うん、という安易な発想から生まれた企画でございます。夜中考えた僕たちだけではございません、はい。一緒に挑戦してくれるおしゃれ芸人仲間、これを読んでおります、はい、早速お呼びいたしましょう。おしゃれ芸人のこの方々です。どうぞ。どうも、ありがとうございます。出ました、マメドの田村です。お願いします。イエーイ。そしてライムギの夏海です。お願いします。今ので分かったと思いますけども、絆だけはバッチリ、はい、あ、そうです、そうです。僕が、プロデュースしています、はい、若手のかけるぐらいのメンバーを集めた、おしゃれなメンバーを集めた七福神という、はい、ユニットを組んでおりまして、はい、そこから二福神ってください。二福神です。前回前々回と最下位の二福神です。そうです、おしゃれコーデ対決最下位でございます、はい、しております。最下位を味わっております。だからベベの二人が来てくれやめてくださいやめてください。ベベからそんなこともないです。こちらのくじボックスの中にくじが入っております。引いて出たアイテム、番号が書いてます。で、うん、番号にリンクするアイテムがこちらにございます。なるほど。今こうやって紙袋に包まれてますけども、はい、決してこちらですね、キャラメルフラペチーノでございません。ちゃうかい。ニューヨーク、はい、ニューヨークチーズケーキでございません。はい、こちらにも恐ろしいアイテムが書かれると思います。恐ろしいんです。中身わかんないですからね、はい、どうする。買ったもんから。買ったもんからしましょう。最初はグーじゃんけんぽい。おお、ボクチン、ボクチンの人や。僕はまずくじ引くわ。はい、じゃあこちら1番。1番。1番。え、いや違う。え、何和式便所。あ、ほんまや、ほんまや、ほんまや、ほんますぎな。ほんまや、ほんますぎるって。ほんまやな。コースね、どちらかと。じゃあいいっすよ、ディティールは。ディティールはいい。何を追っかけてるんですか。やっぱあの何を追っかけることは、ファッションにもこだわるから、やっぱこういうディティールもこだわるんじゃないですか。最初はグーじゃんけんぽい。うわぁ。はい、じゃあ、はい、タグちゃんは、うん、お、あ、俺3番よ。3番よ。いや、3番じゃない。え、え、これ、え、お尻いっちゃいます。お尻だ。あ、こういうこと。あ、だからこういうこと。うわ、下品。下品。下品拍手。下品拍手。下品だ。下品だ。3番よ。何やろ。3番。じゃあ次いくよ。最初はグー。じゃあ、ポッポッ。じゃあ、ポッポッ。おい、おい、なんか変なんだよ。よしよし。なんやその、タイのじゃんけんみたいなの。じゃあ、ポッポッ。よし。あるんや。いただきます。緊張すんねんな、もうこれ。こちらで。はい。7番。あ、7番や。7番か。あれ、え、7番じゃない7番じゃない。これ7番じゃないぞ。何やんだ。7番やんか。あれ、え、これあのランのここじゃないですか。ランのモーリーランのランネちゃんの。モーリーランのここじゃないですか。ランネちゃんのここですよね。確かにモーリーランのここや。お前の毛量が少なすぎて入ってこへん。残り物には服がある。はい、いきます。ダン。お、6番。お、あれ6番や。これ6番ですよ、それ。6番。さすがに6番か。これ、これ6番じゃないですか。いや、6番でしょ。6番ですよ、それ。これ、あの、セロハンテープ。あるけど。やつ、100均のやつ。昔、みんながお道具袋に入れてたセロハンテープ。お道具袋買っちゃってやるやつ。100均のやつ。これ、セロハン。6番やがな。6番、6番やがな。僕が1番。はい、ももちゃんが6番。田村が3番。夏美が7番ということで、はい。では、こちら、アイテム袋、開けていきます。じゃあ、まず僕からいきます。はい。1番。一番の相手はこちら。何や、なんか良さそう。なんか良さそうです。一番の相手はこちらです。おお。え、
いけるかも。新喜劇のハッピーです。わー、なんかいいな。これはいいな、それ。全然いけちゃう。邪魔すんで、邪魔すんなら帰って。あいよー、なんでやねん。伝統。どこまでが使われるのか楽しい。吉田豊さんもあの袖を通した。そうですよ、これ。やった、僕は新喜劇のこのハッピーで。いいな、可愛いな。2ヶ月後のハッピー。タムちゃん、いくの？いただきますか、3番。タムちゃんの3番です。タム3番。あ、ちょっとでも、うん、思ってるより重い。重みが、なんだなんだ、意外と。重いってことは結構アウター系なんでしょうか。はぁ、あ、ほう。どうですか。僕が使うのは、マジか、コックシャツですね。うわー、コックシャツだ。いや、まあ可愛いけどな。もうなんかいけそうじゃん。もういけそう。正直、あのこれダサいアイテムちゃいますね。全然おしゃれアイテムやから、おしゃれですね、むずいかもな。逆にな逆にむずい。もうただでさえおしゃれやから、うん、はい、そう、だから一個おしゃれやから下手したらミスる可能性ある。そうですね、ちょっと逆に、まあ、コックシャツで可愛いけどね、これ。7番引きます。7番さあ、押し上げてるね。あ、こちらですね。ほんまになんか、重さどう？ほんまにお菓子入ってんじゃん。重さ結構、結構ありますよ。A まんじゅうが入ってそうよ。ほんまに A まんじゅう入ってそう。おっ、おこれは何や、お野球ですか、これ。野球、あ、野球のやつ。これはなかなか、ね、これも、結構まあ古着屋とかで、うん、味のあるなんか白バンでありますよね。うん、長さが、でもここの上側部分がむずいかもな。いや、ほんまやね。だからソックスで見せるとこやから。はい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 。だからソックス見せがあれやね、ポイントになってくる。なるほど。では最後モモ行きましょう。私6番でございます。6番。一番でかい。でかい紙袋。怖いぞ。ちょっと怖いですね。軽い。でかくて軽い。軽い。ミニ版。軽い。でか軽。ミニ版。マジで。え？え？何？何ですか？出た出たマジで。これ、多分一番外れやと思う。これハッピーバースデー。これえぐいな。うわうわ、どうおしゃれにすんだよ。もう全然おしゃれじゃない。もうなんか、うん、もう今ちょけてるもん。え、ちょっとこれ一個提案していいですか。うん、もう一個引くのダメですか。あ、なるほどね。さすがにこれちょっとダメー。あ、ダメだ。ダメでした。まあじゃあもう一個じゃあ、うん、もう引きますわ、もう一回。はいはい、もう一回引いて。ドン。八番。八番。さあどうだ。軽い、また軽い。あ、ちょっともうこれ自分の首絞めたかもしれない。これ軽くてちっちゃい。最悪や、また帽子や。最悪や。医療用。どうすんの、手術帽子。手術帽子。どうなんのこれ。これは誰にも分からへん。でもまあやってみても、あ、でも両方使います、これ。両方使う。はい、分かりました。すごい、はい、アイテム決まりましたんで、今からコーディネート対決していきます。レッツコーディネートはコーディネート。レッツ、はい、おいそう。おんねんな、こやつ全然、まあまあ、ちょっとタイトやな、だいぶ。そうですね、ラフすぎですか。ラフやけど、まあこれは好きやけど。見えてないな、そうやな。やったらベストの方がいい。ベストの方がいいですか。いそうじゃん。変なやついないです。あの、いないです。まあ、もしかしたらロンドンにおりそうです。そうまずそうなんです。そのロンドンにいそう。もしかして日本にはおらんけど。そうロンドン、パリとか。さあ、ということでコーディネートが完成しました。イエーイ。早速お披露目に参りましょう。はい。いつもどうやこの人。見たら見えちゃうから。それではショータイムさん、カモン。うわー、おー、いいな。素晴らしいな。普通にいいな。全然大丈夫やな。合ってるしな。合ってますね。黄色そうね。邪魔するんやったら変えて。あ、かっこいい。かっこいい。新喜劇や。新喜劇や。ありがとうございます。うわ、いい、めっちゃいい。いや、もうそもそもこのアイテム自体がもうちょっと可愛いということであって、うん、まあね、まあいろいろ重ね着とか、逆にこれを腰に巻くという、あの、はいはいはい、スカートみたいな感じにするっていうのを考えたんですけど、やっぱまあ色合いももういいし、このやっぱ青とこの黄色っていう組み合わせまず可愛いので、ね、デニムもそもそもそういうもうこっち系の色なんで、はいはい、そのままもう、あ、この黄色のスウェットに重ね着ということで、で、半袖なんでこういう長袖とのレイヤードも楽しめると思います。もう来た瞬間にこれも、
素晴らしいアイテム。ビビった。いやー、いいなそれ。まあ僕の手にかかればこんなアイテムになって。うわ、ワンちゃん着てそうですもんね。おしゃれに大変身。ギューン。あれ、あ、お腹の話が牛耳じゃないですよ、ブリュリュ牛耳じゃないですよ。それではタムちゃん、カモーン。おー、あらら、タムラやな、タムラだ。あ、でも、あー、色の靴して関係ない靴した。刺してなんぼのこの世界、色合い、最高。コーディネートもやっぱ料理した。いや、料理しました。もう調理しました。調理して、いや、まあもうコックシャツなんで。ああ、なるほど。まあそれはもうシャツとして、着たんですけど、ただこのコックシャツ、サイズがもうピッチピチで、はいはい、もう届かないんですよ、ボタンのとこまで。タイトめで、で、どうしようと思って開けてみたら、ここがちょっといい感じの襟になって、襟かわいい。そのなんかちょっとアンバランスな感じもちょっと演出できたかなという。あとは白にまとめて泳がしたよ、ね、はい、確かに白で統一性も、ね、白統一で黒レザーでみたいな。その、これ袋はその調理し終わった後の生ゴミを入れてる。それをこうやって捨てるか、バカ。お、ほら田村ですね。うん、猫ツッコミ、バカ。ほらいいね、でも普通に着ても何も。まあそうですね、うん、はい、もともとがおしゃれな。確かにその襟のパカって開いた感じがね、うん、これが可愛いな、はみ出してる感じが、はい、素晴らしいゴミって感じでございます。最高、ありがとうございます。素晴らしい。なつみちゃん、カモーン。あ、いいや。いや、まあ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 。まあ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 。コントインした時のなつみやん。タイトやね。おるけど、なんだあの表情。どうも。20代前半で富を築いてしまったやつです。そうかな、そうかな、そうな、そうかな。ここにこういう、履いてる網みたいな、はい、ジョーガー、ね、そういう、うん、デザインの白パンっていうのに見える。すごい見えます。今日そうなんですよ、もともとちょっとスポーツシューズ履いてきちゃったから、下半身マジでただの野球です。マジでただの野球だから、ブーツとかやったらもっと違うから。うわ、ロングコートとかを羽織ったりとか。あ、確かに、まとまり入れるんで。なるほど、黄色でまとめて、はい、頭を黄色でまとめて、はい、今日のために染めてきましたもんね。嘘つけ、嘘つけ。おつめにフラケンしたい。おつめにフラケンしたいや。こっちこんな。こっちこんな。こっちこんな。ももちゃん、カモーン。うわー。あれあれ。あれ、あれ、工作してるやん。あれ、1個になってる。工作してるこの人。何あれ。やっぱね、ファッションにはリバーシブルという概念がありますよね。確かに。ダメ元でグッて押してみたら、この側面が、おしゃれワクワクさんやん。おしゃれワクワクさんやん。お前やん。何だ、あの帽子と帽子のレイヤーの、めっちゃおしゃれに見えてきました、ね、おしゃれかな。このワとね、ファッジの対応ページ、お前ファッジので、このファッジからオレンジ、ちょっとオレンジを出して、なるほど、ちょっとここを出して、で、こうこう、こういうね、こういうのをイメージしました。こう大きくなったり細くなったり大きくなったり、あ、バルーンみたいなね、はい、バルーンみたいな。ロンドンでファッションで、起業して、で、そのラッパーみたいな旦那もらったけど、うん、旦那が事故で死んで。楽屋のソファーなんですけど、ソファーのクッションなんですけど、まあやっぱなんか考えられへんぐらい使いにくそうなあのバッグとか持ってるじゃないですか、こういう、はいはいはい、超おしゃれで、セカンドバッグ、クラッチバッグみたいな、絶対普通のバッグでええのにっていうのに、うん、あえてその見せたいから、そうそう、なんかプラダとかついてそうやもん、そうなんです、ここにね、すごい、こうなんかついてそう、はいはいはい、いや、黒まとめはいいっすね、マジか、かっこいい、かっこよくなった、潔いな、普通にすごい4人ちゃいます、今、絵面、うん、いや、でもみんな、いいですね、まとまってはいますね、本当に、うん、さあ、ということでございまして、今から自分以外、はい、はい、自分以外の着こなせてるなと思ったメンバー、まあ、おしゃれだなと思っているメンバーを指差しで決めます、ね、わ、自分以外でございますので、なるほど、はい、誰が票を集めるのか、それでは参りますよ、いきます、せーの、ということで、ももちゃんに決定、圧勝、これはそうや、圧勝、無理や、ピンチから勝利に導
導けましたね。まさに大逆転、はい、いやこれは耐えましたね。これするかアイデア勝負でもうアイデアもうだって図が工作ですもんね。普通に万劇のクッションをクラッチバックです言った時に俺負けたと思う。これもすごいこっちじゃなくてこっちももちろんすごいやんだけどこれをなんかクラッチバックですって持ってきた瞬間に俺負けた。これクラッチバックやろ。いやこれクラッチバックすごい。だってこっちだって生ゴミ入れこれだね。これ生卵入れて捨てといてちゃうねこら。あ、猫の手猫の手ほんまに今日で生み出すとは。あーあーお前にフランケンシュタインか。お前にフランケンシュタインすな。お前にフランケンシュタインがかわいそうやろ。お前にフランケンお前それ生み出した思ってんの。ということで優勝はももちゃんでございます。すごい僕らに夢見させてくれました。はい、ほんまにロンドンが見えました。ファッションの可能性だこれが、うん、いやでもマジでちょ第2弾第3弾ってこうずっと負け続けず、うん、あのクイーンでありたいのでなるほどまたやってほしいです。じゃあ試脚を、ね、はい新たな、うん、ももちゃんに挑戦する試脚が現れるかもしれません、はい、さあ満劇のアイテムも僕らの力にかかればこんなにおしゃれになることが分かりました、はい、ということで服は服の可能性は無限大。さよならさよならやん。Go down.